い、どうも皆さんこんにちは、今日もねバンビーチャンネル見ていただいてありがとうございます。それからですね、なんか美咲さんがね、何フェイスブック、はい、タイムラインね、タイムライン入れていただいたら、そうそう、ずっとね、見ていただいている方がおられましてね、田岡節子さんね、ご無沙汰しておりますね。お元気ですか？なんかいつもね見ていただいてありがとうございます。はるかちゃんも元気ですかね？で、今日のねレッスンはですね、岡優子さんの新曲から九州慕情というね、九州慕情と言ったらなんかね、なんか南の南国の情緒の流れかな思ったら、全然違うんですね。もう明るくね、もう明るい感じで、マイナー曲ですけどね、明るく歌っていただいたらいいと思います。これはね、感情とかね、そういうのあんまりいらないと思うんですね。だから伸ばすとこはある程度ね、伸ばしていただいて、別に言葉置くとかそんなはいらないと思いますんでね、そういう流れのね明るい歌でございます。はい、それでは一度ね、歌ってみたいと思います。関門海峡電車で越えて一人来ました。博多の町へ夜の中洲も天神も遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しいあの笑顔、どこにどこにあなたはいるのでしょう。こういった曲でございますね。はい、それでは譜面の方よろしくお願いします。出だしですけどね、関門海峡列車で越えて、ここのフレーズなんですけどね、出だしがねやっぱり休みがないですね。頭から出ますかね。だからイントロが始まる、イントロね、まあ僕は2小節前から弾いただけですけどね、タタタタタタタ1,2,3,4タラララララララね、この流れですから、このカーの声の出し方ね、よくね、まあこれキーが高いからね、ちょっと女性にはねちょっとしんどいと思います。これ E マイナーの譜面ですけどね、 E フラットマイナーでやってます。だから僕は本によりね2つか3つ上げていると思うんですね。だからね、女性の方はちょっとねしんどいと思いますけど、まあ歌い方ね、だからこのカーね、カー しんどい時はね、皆さんね、カーモン海峡ってこう歌いがちですけど、頑張ってください。このカーの C のね、このね声をカーカーこれはもうカーの一本上一本でいいですよね。まあ演歌の場合はね、カーとかね、尺下から尺るような感じもありますけど、この場合はカー門海峡海峡、こうやって軽い格子ね、ね、いきますよ。カー門海峡ね、軽く拳が入ります。はい、列車で越えて、列車で越えて、でこの赤いところね、必ずこれ越えて、ちょっとね、高いと思います。高い時はねちょっと裏歌うような感じね。これ地声で言うと、今僕地声で歌いましたけど、例えば列車で越えて、これでもいいですよ。越えてで、
ちょっとね、地声でしんどい方、声ね、ちょっと裏に低いのはね、ファルセット組でね、これでもいいですかね。その代わり次の一人までしっかり出してくださいよ。例えばね、列車で越えて一人来ました、博多の町へ。こういう流れの歌ですね。はい、それでは関門海峡、列車で越えて、一人来ました博多の町へ。ここまで行きましょうか。もうここまで行ったらこっち早いね。ここで気をつけていただくのは、列車で越えて3拍ね。列車で越えて一人で、ここの入り方ね、越えて一人ね、この一人はね、あまりね、あの伸ばさなくていいです。一人来ましたよりも、一人来ました、こういう流れの方が気持ちはいいですよね。で、そしてはい、次博多ね、博多、タンタタタン、タンタタタン、タタララへ、博多の町へ。こういう拳でね、だから、一人来ました博多の町へ。ここちょっと歌ってみますね。列車で越えて一人来ました、博多の町へ。はい、こういう歌い方でございますね。それでは、流れがありますからね、関門海峡、列車で越えて一人来ました、ここまでちょっと歌ってみまし、歌ってくださいね。一人入るとこ気をつけてくださいよ。はい、123、はい、入るとこできましたか。一人のとこね、今のね、メロディー弾きましたけど、一人来ました、はい、次これ博多、博多ね、これが博多。あのよくね、僕あの生徒さんのレッスンの時にね言うんですけどね、どうしてもね、こういうノリの歌の時にね、博多博多ね、最初のファーファーの音外して博多ファソファーによう歌うんですね。だから違うよって、だからこういうとこいっぺん大事にね。だからこれをね、例えば博多の町へ、ね、この歌い方と博多博多ちょっと違うでしょ、ニュアンスがね。だからこういうとこね、やっぱり大事に歌っていただきたい ね。いっぺん歌ってみますよ。一人来ました博多の町へ。はい、それでは、博多の町へのフレーズを歌ってみてくださいね。どうしました、生放送で、なんか落としましたか。はい、それでいきますよ。博多の町へね、はい、タラン、博多の町へ。これね、ここの入り方ちょっと難しかったら、ちょっと歌ってみましょうか、一緒に。一人です、3、はい、一人来ました、博多の町へ。こういう歌方ですね、してくださいね。はい、次、夜の中洲も天神も、
遠いあの日の思い出ばかり。はい、ここのフレーズですね。博多の町へ歌いました。次はもうもっと音が下がりますね。ここのね、このよ低いですからね、声低い声をねあまり歌おうとしない、歌おうとあまり歌いすぎないいうことですね。だから歌いすぎというのは、博多の町へ夜の中洲も天神も、ね、これね歌を歌おうとしてるわけですわ、ね、あここも歌わなあかんじゃない。ここいうとこはちょっとお腹を軽くねへこまして喋る感じ、低い声ね、okay。 夜の中洲も天神も、もうこれでいいですよね。これが夜の中洲も天神もね、こうして歌わないようにね。だからね、ここね天神も夜の中洲も天神も歌ってみますね。ただお腹のあのお腹いうか喋る感じで歌ってみますよ。博多の町へ夜の中洲も天神も、これでいいですよ、ねね、もう一回いきましょうか。博多の町へ夜の中洲も天神も、ね、声に歌ってみてください。はい、それでは流れがありますから、博多の町へ夜の天神も、ここ歌ってみてくださいね。はい、リリリリ、はい、3、はい、いきましたか、喋る感じね。はい、次のフレーズ、遠いあの日の思い出ばかりで、はい、サビの部分入りました。気持ちを徐々に高ぶけていって、遠い、ごめん、遠いあの日の思い出、はい、ここで気づけていただきたい、思い出ばかり、あの一人のねフレーズと大体似てるでしょ。思い出ばかりにならないようにね、これさ一本上司に聞こえるでしょ。例えば、遠いあの日の思い出ばかり、これと遠いあの日の思い出ばかりで、だからここで息継いでみてください。で、そしたら、思い出ばかり、ばかり、ね、思い出ばかりの気持ちがちょっとやっぱり出てきますね。はい、ここ歌いました。はい、次は大きく。いつも優しい。ね、この一拍半の音気をつけてくださいよ。いつも優しい。あの笑顔、あの笑顔、ちょっと明るくね笑顔で歌ってください。はい、それでは、遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しいあの映画、ちょっと歌ってみますね。夜の中洲も天神も、遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しいあの笑顔で、こういう流れですね。はい、それでは、遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しいあの笑顔、ちょっと歌ってみてください。はい、夜の中洲も天神も弾きますね。
ましたか。小指がちょっとどこ行ったんや感じがしましたからね。あの笑顔、はい、ここまで来ましたね。はい、最後どこにどこに、はい、ここのとこで、このとこ、とこで、ところで、どこにどこにあなたを、行き過ぎね、行き過ぎはあなたの前でしてくださいね。これはどこにどこにあなたはにしたらもうなんか歌がねキリキリになりますよね。これはどこにどこにあなたは、だからどこにどこにはもう軽い感じで、ね、軽くね、それをね、これはどこにどこにならないようにもうさらっとどこにどこに、はい、ここで息継いだ、半拍休みあります。あなたはあなたはで、はい、最後高いですよ。いるのいるのでしょうか、はい、拳のとこ、いるのでしょうか、ちょっとね、あの譜面ちょっとごめんなさい、消してちょっとあの拳のとこ書き換えました。ここでね、岡優子さん拳を回してます。譜面ではね、最初の譜面ではね、いるのでしょうかで、こういう拳のマークついとったんでね、だからここはいるのでしょうか、こういう回し方ね。はい、ここで、歌ってみますね。どこにどこにあなたはいるのでしょうか、これね、はい、ここで気づける、もう一回言いますよ。どこにどこにあなたはいるのでしょうか、これね、はい、ここ歌ってみますよ。そういうとこ気づけてください。遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しいあの笑顔、どこにどこにあなたはいるのでしょうか、はい、こういう歌ですね。はい、それではどこにどこにあなたはいるのでしょうか、ちょっと歌ってみてくださいね。はい、いつも優しいあの笑顔を弾きますね。はい、この音がなかった今ね。はい、もう一回行きますよ。あの笑顔3回、はい、こういう流れの歌ですよね。はい、そういうとこね気付けてね。はい、それではもう一回ね、一度ね最初から、歌ってみましょうか。それでは、よろしくお願いしますね。そういうところ気をつけてね、いきますよ。皆さんね、女性キーが高いですけどね、ちょっと我慢してくださいね。上海関門海峡、列車で越えて一人来ました。夜の中洲も天神も、遠いあの日の思い出ばかり、いつも優しい
あの笑顔、どこにどこにあなたはいるのでしょうか。はい、こういうね、非常にね、明るい歌で楽しい歌でございます。横で美咲さんずっと譜面見てしたけど覚えたもん。もうすぐやろ、今20分だけやで、20分で覚えられるんやね。お金ちょうだい。はい、まあそういうね歌でございました。はい、それでは、この後ね、ついに、美咲先生の登場でございますんでね、一つね、あの美咲さんお呼びしましょう。はい、それではどうもこんにちは。はい、いかがでしたか、レッスンは。よかったでしょ。君が言うたらあかんね、身内が言うたら。すいません。僕はみんなに聞いてくる。辻さんもね、はい、楽しみにして、はい、向こうで見てますわ。ああ、そうですか。で、また兵庫の方で、また、はい、今日ね、11時半ごろから忘年会で、わい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 言ってますわ。忘年会って、誰が忘年会、それ言わなあかん、ね。言っていいのかしら。かもしれんよ、うちのね、そう、まあ、うちのね、月曜教室の生徒さんがね、あるグループのね、はい、なんか、兵庫の木曽路で忘年会らしいんです。はい、今頃、忘年会してるからね。はい、だから、皆さん、あれですよ。ワイ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 。ワイ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 言うてる。だから、この番組は多分見てないと思うんです。はい、生放送ではね。はい、生放送で見ていただいてる方は、まあ、誰か知らないですけどね。でもね、見られたら斜め、え、斜め見とった、はい、見られてるから、田岡さんや小野辻さん、藤井雅恵さん、お藤井さん元気ですかね。で元気してます、うん、頑張ってよ、うん、それと小野中島さん、元生徒さんでね、はいはい、中島さんも、はい、そうね、あの人も向こうの方でカラオケ元気でやってるみたいで、あ、元気で、はい、やってるみたいよりも元気で習ってんねやろ。習ってます、はい、ね、はい、あ、コメントが入りましたね、ありがとう。これ多分辻さんや、そう。あ、辻さんですかね、はい、もうな、あの、はい、見られへんね、電話が あって、あ、ほんで始まる前に、ね、ちょっとね、はい、ちょっと皆さんにね、はい、今 YouTube でね、はい、このバンビチャンネルを見たらコマーシャルが入るんですよ、はい、これはねぜひね、それは、スキップでね、はい、流すこともできるんですけど、はい、このコマーシャルをぜひ見ていただきたいんです、はい、なぜか言うたら説明しますね、はい、この今、まあ、僕は今レッスン してますわね、コマーシャルが途中で入ります、はい、ね、見ていただきたい、はい、ということはこのコマーシャル皆さんが見ていただいたら1円入るんですよ、はい、1円、はい、塵も積もれば山となるってね、はいはい、これがたくさんの方がこのコマーシャル見ていただいたら1円入る、はい、ということは僕と松岡先生、いや、はい、バンビチャンネルの、ね、社長、ね、この社長、はい、社長松岡さんに折半になるいうことです、はい、で、これが100万入ったら50万ずつ折半になるいうことです。だからこれをね、50万やったらしい、ちょうだい5万、5円、いやいや2000ぐらいやる。はい、そのね、そういうことでね、本当にこれは冗談なしに本当なんです、はいはい、ね、コマーシャルね、何か言ったらもう YouTuber になったんです。だからコマーシャルが入ってくるんですよ、はい、ということは皆さんが見ていただいたおかげで僕らに印税が入るいうことなんでね、はいはい、ぜひ見ていただきたい、はいね、これは飛ばさないでね、スキップしないでね、お願いしますよ、ね、これで僕の生活もね、電気が水道代今月は払えるいうことで、1円で払えないけど、ね、はい、まあいろいろと喋りましたけど、はい、今日レッスンもね結構時間かかったな、まあ、いやそうです、あ、はい、あったな、あと20分ぐらい、はい、ちょっと早い15分で終わるかな思ったら、うん、ちょっといろいろ繰り返しやったからね、はい、まあちょうどいいんじゃないですか。そうですね、はい、それではね、うん、今日の一曲ということでやっぱりね、うん、やっぱり印税が欲しい、はい、これは僕の作曲なんで、ね、はい、これを歌うために私に印税がちょっと何十銭入ります。私は一銭も入らない、ぜひ聴、はい、いてください。はい、野津茂雄さん作詞ですね、はい、これは、
野津茂雄作詞、三木明作曲の可愛い女になりたいな、お願いします、はい。ありがとうございました。一番私は代々抜いたんちゃう。いや先生の代はそっちの方に乗られて、いやいや、いや歌んちゃう。いやちょっとね、はい、一緒にちょっと最後歌ってみようかな思ったらね、はいはい、あの私を君の木で歌ったら高いからねほんで大手があれどこ行ったんやん言ったらそれいいんだろ。あそうやろ、うん、だから今2番行ったら歌ったな、はいはい、なこれな、はい、まあね、かわいい歌やな、はい、これもね。そうです。面白いね。ほんま、これはね。パッと見は私、強い顔、うん、あの人間に見られてるんで。強い人間。はい、かわいい。せめて歌でもかわいい女。強い人間。本当はかわいい、優しい女でございますよ。まあ、強い女でもございます。まあ、自分で言わんほうがいい。はい、神戸大学みたいな。え？どういう意味かな？神戸大学来たいな。ちょっと。ちょっと意味わからない、うんね、はい、神戸大学、うん、僕神戸大学行ってないんですあのあれは入ることは入ったんですけどね、はい、すぐ出てきました、はいはい、まあ、そういう通りもんで、はい、そう、はい、はい、まあいろいろとね、はい、冗談ばっかり言うてね、はい、まあ楽しい番組に しているんですけどね、はい、いろいろとね、もう最近は心境かよがね、出てきまして、なんでか言ったらね、やっぱりね、新曲歌謡のがね、生徒さんがね、いろんな曲が聴けるから勉強になりますから、はい、いうことでね、こっちの希望でね、あれ、はい、あれやってほしい、はい、俺やってほしいって、そうなんですよ。だからね、皆さんの希望をね、なるべく叶えたいんですけど、はい、叶えたんですけどあのね、あの、まあ、僕の苦労も分かってくださいね。皆さんが言うでしょ、僕はねこの譜面で、ね、全部パソコンで打ち直したんですよ。打ち直して、はい、ワンコーラスだけね、はい、打ち直して皆さんが分かるようにそういうふうに、はい、してるんです。私の苦労も分かってくださいね、はい、ね、はい、
まあまあ別にね、うん、仕事ですから、仕事言ったらおかしいけど、パソコンも勉強、まあね、ギターも勉強、歌も勉強でございます。全部ね、もう、はい、まさかこの年になって暇になったらあかんの。実はね、はい、まあ、私仕事ですけど、今30分か、はい、パソコン全然できなかったの、3年前まで。本当に3年前まで、あ、もっと前まで、いやだからだいぶ前にならない、3、4年前ぐらい、はい、全然できなかったパソコンでね、やっぱパソコンもできなあかんで、うん、1年も行ってないかな、半年ぐらいかな、ね、あの、はい、神戸の大英の下にね、はい、パソコン教室あるんです、はい、向こうね半年かね、はい、6ヶ月かそれぐらい通ったんです、はい、最初からね、はい、さっぱりわからん、ほんで、うん、もうあの今はようできてますよ。ようできもうそれはね、あの弟子であれやけど、ごますってるんじゃないんですけど、こういうのね、こういうとこができるようになったんですけどね、はいはい、まあ、あのそのどういうかね、あの画面だけ見てパッ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 、彼ができない、それはもう無理ですわ。それはもう練習やけど、でも私から見たらよう頑張ったなと思って。それでもね、はい、やっぱりね、いろいろね、このパソコンはね、便利でね、あの、ね、私もやりたい。譜面とかね、うん、もうすぐ相手方に送れるんですよ、はい、ね、うん、あのワード言ってね、まあ文章なんか、うん、それも送れるようになるんです、はい、これが今僕できないんですよ、はい、だから今日教えてもいただくんです、はい、送り方、うん、もう一個ずつ勉強、はい、ほんまにそうです。パソコンも奥が深い、そうです、音楽も奥が深いけどパソコンも音楽は深い、女性は奥が浅い、それはないか。それはおいおいおい、怒られるな。はい、まあいろいろ冗談言ってますけどね。はい、まああの本当パソコンはね、そういうね、本当にね、うん、便利です、はい。奥が本当に深いです。そうです。まあそういうことですね。これからも死ぬまで勉強です。そうです。音楽もそう、はい。パソコンも死ぬまで勉強です。はい、何でもそうです。はい、まあその勉強をするからね、ボケないように頑張りたいと思いますので。君もボケないようにね。もう、はい。はい、今年は、あと1回で、ね、終わりですかね、はいはい、今日7日やから14、21か、はい、今度第3、はい、火曜日ですからね、はい、21ね、はい、12月の21日で今年もね、はい、このバンビチャンネルのね、はい、僕らの出番は終わりです。まだエミちゃんはやってますよ、はい、あの方は、木曜日、毎週木曜日、うん、夜8時から生放送でやっておりますのでね。え、10、10、あ、ま、第1第3です、あ、はい、あ、ごめんなさい、うん、あの第1第3の木曜日に8時から生放送でね、はい、夜の8時です、はい、朝ちゃうよ、夜の8時から生放送でやっておりますので、はい、またね、猫まねシンガーのエミちゃんのね、このバンビーチャンネルを見てくださいね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆様また会う日まで、イエーイ。